南桜井駅は愛知県安城市小川町水津いにある名鉄西尾線の駅である。駅番号は GN06。2008年6月29日に開業した2018年現在では名鉄で一番新しい駅である。名鉄の既存路線に新駅が開業するのは空港線林空とこなめ駅以来3年ぶりである。 六両編成対応の相対式二面二線ホームを有する地上駅。開業当初より無人駅で駅集中管理システムを導入している。マナコが利用可能。改札は上下線別々にあり、改札内に古線橋や構内踏切はない。桜井駅から東駅までは伏線で桜井駅周辺は高架化されている。 当駅東側にはロータリーが整備されている。安城市の2019年度交通結設定、整備促進事業により改札機の増設や、ホーム屋根の延長が実施された。西野口駅と上井駅へは、現在の位置での運賃計3キロが適用されるので、他の名鉄線の駅からと比べて、運賃計3キロが長い。安城の統計、移動等円滑化取組報告書によると、 近年の1日平均乗降人員は、下表の通りである。2020年現在、西尾線では、南安城駅と桜井駅を抜き、新安城駅、西尾駅に次ぐ利用者数である。しかし周辺は、住宅が少なく、企業への通勤客が多い。周辺は、水田が広がっており、住宅や商店は少なく、利用者の大半は工場への通勤客である。 安城市に位置するが西尾市との境界にも近い。ありがとうございます。